ヨハンラインホルトフォン・パトクル。ヨハンラインホルトフォン・パトクルは、リボニアの貴族、政治家、バルトドイツ人。1699年の北方同盟結成に尽力した。ストックホルムの獄中で生まれ、軍人として経験を積む。その後、パトクルは政治家となり、1690年にリボニア代表としてスウェーデンに赴いている。この当時リボニアは、 絶対王政を導入したスウェーデン王カール11世により、濃度性を含めた特権を剥奪されていた。このためパトクルは1692年に嘆願書を寄贈し、カール11世へ提出した。しかしパトクルはこのために、大逆罪を宣告され、外国へ逃亡した。カール11世の改革に抵抗した、パトクルはスウェーデンと対立していた。 ポーランドリトアニア共和国に亡命し、ポーランドリトアニア連合君主権作戦、選定校であるアウグスト2世の補佐官となった。野心的なアウグスト2世は、パトクルのことを入れ、ロシア及びデンマークとの同盟工作が行われた。この結果三国は1698年から秘密裏に接触、1699年に北方同盟が、 ザクセン広告の首都ドレスデンで結ばれた。その後、パトクルはスウェーデンと対戦した大北方戦争にも従軍した。しかし、ザクセンポーランド連合軍がスウェーデン軍に敗北し、1706年にアルトランシュテットの和義が結ばれると、スウェーデン軍に引き渡されることとなった。カール12世は不応に犯した、パトクルの大逆罪を許さず、翌1707年、 パトクルはポーランドのカジミエシュビスクピで車輪刑により処刑された。彼の処刑の模様は複数の記録によって衝述されており、処刑の際に首を跳ねろと愛願したが生きたえるまでは受け入れられなかったという。ありがとうございます。